2頭を持つ場合も同じである。ちょっと、これちょっと言ってくれる。そこにあります。2頭の場合ちょっと違ってくる。こっちが攻撃防御、こっちが攻撃防御。まあ今までの癖から言うたら、こっち側の攻撃の方が多いかも。まあ見といてね。1、2、これ突き突き顔を切っておいて、場合によったら自立する、こういうことがある。これも突きと切りやな。今回言うよ、はい、左手で、右手でついて左手でつく、はい、左手でついて右手でつく、はい、場合によったら両方切るというふうなこともある。これ突きが中心な。で、面打ち、これ面打ってということな。あるいは面打って両方で、上げといて両方から来て、こう何もある。それから今言ったね、縦っこ面打ちながら縦っこつく、こういうことになる。日本人になったら面打ちと突きで両方面、両方突き、突きと面、いろいろ変わってくる。他に一回切る。